そんな大きくない。これ一回じゃない。
終わってからやった。そう始まったのが8時9時くらいで荷物受け取れないみたいな。ベッド来る、なんか荷物配送するのが受け取れないあ、そうだそうだ、はい、すみません。これポケットも受けいたしますか。ポケット受けますか。受けます。明太子クリームパスタと、あとにバターポテトとか、ちょっと揚げてないかな。でも彼女じゃない彼女と会っちゃいけないよね。ネタみたいに彼女が お父さんが来たよって言うから、今子供だからお父さん浮気とかバージレスしてるから。そうだから今日も迎えたのめっちゃ声高い。だからちょっと美味しい寿司屋と、美味しい寿司屋とは特に反応がないんですよ。